盛り上がりを見せているバックパックフェスタ2021。続いてのお時間はこちら。オーストラリアの自然を感じるサステナブルな旅へ出かけよう。こちらのトークはオーストラリア政府観光局様のサポートでお送りします。オーストラリアの最新情報を知ることができる現地中継ありのトークライブとなっております。なお、トーク中の撮影や録音はご遠慮ください。それではオーストラリア政府観光局の皆様、よろしくお願いします。もう大丈夫なんですかね。はい、それでは始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。紹介がありますように、今すぐオーストラリアに行きたくなる現地中継ありのトークライブということで、オーストラリア政府観光局様の協力を得て、本日含め3日間かけてオーストラリアの今やこれからについて紹介していきたいなと思います。本日デイ1ということで、オーストラリアの自然を感じるサステナブルな旅へ出かけようというところのテーマに対して、3名のゲストをお迎えしてお送りさせていただきたいと思います。その前にお得なツイッターキャンペーンの紹介の方だけさせていただきたいと思います。現在旅っぽの公式ツイッターアカウントをフォローして、該当するキャンペーンを投稿&引用リツイートで、オーストラリアでしたい旅を回答していただくと、オーストラリア気分をお家で味わえるカフェセットや現地発のサステナブルなグッズが当たります。こちら、トーク、楽しみながら皆さん、ぜひぜひ応募してみてください。はい、それでは、今回3日程ともファシリテーターとして、お話しさせていただく私の自己紹介の方をさせていただきたいと思います。旅が好きで、旅を広めることなら何でもやっている合同会社ギルドという会社の代表をやっております。ツイッターとかインスタなどの SNS では、シャンディという名前でやってますので、よろしくお願いします。普段は東京のシェアハウスを運営していたり、ジョージアという東欧の国でゲストハウスを運営していたりします。最近ではリモートワークの普及活動とか、地方創生の案件とかを、国内でできることを積極的に取り組んでいます。で、来週からは福岡のグランピング場とかに住み込みながらいろいろやろうと思っています。で、世界一周は3年前に、経験してまして、今まで50カ国ほど訪れています。で、オーストラリアは2度ほど訪問させていただいていますので、で今回、縁がありましてファシリテーターの方をやらせていただくことになりました。では、今回のゲストについてそれぞれ皆さん自己紹介していってもらおうかなと思います。はい、今回のゲストはこの3名になります。朝さんから簡単にちょっと自己紹介の方していただいてよろしいですか。はい、私は朝って言います。よろしくお願いします。私は今大学4年生で、オーストラリアには10回ほど行ってきました。今日は休学中に行ったそうなんですよね、行ってきたんですけど、休学中には留学もしてたので、そういったことも含めお話できたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次、コウタさんお願いします。はい、皆さんはじめまして、コウタと申します。オーストラリアにはワーホリと学生ビザと合わせて約3年ほど行っていました。写真が好きなので、旅の話だったり写真の絶景の話だったり、そういったことをお話しできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次、篠原さん、よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、旅一歩で働いております篠原と申します。普段は結構東京にいるんですけど、今はちょっと長野県の乗鞍というところで仕事で来ているんですけれども、海外旅行自体は、世界一周の旅を学生時代にしてたりですとか、あとオーストラリアも、ゴールドコーストだったりとか、あちこち旅をしてきた経験があるので、今日はそういった話を少しできればなと思っております。お願いします。お願いします。ではそれぞれのゲストがどのようなね、オーストラリアの思い出があるかっていうのをちょっとずつ、語っていただきたいなと思います。では、まず僕の思い出の方なんですけども、バンライフをね、今までにしたことがありまして、バンで2000キロの旅の方をさせていただきました。で、こちらのバンの、バンライフがですね、シドニーからアデレードまで、2000キロかけて旅をしていたんですけども、で、こちらの旅と、ちょっと待ってくださいね、旅をしない、ちょっと緊張してるんですいません旅をしていましたと。あともう一つ、思い出の一つなんですけども、ドライブ中に野生の、コアラに遭遇したことがあるというのが、僕の中のかなりオーストラリアの
印象深い出来事だったと思います。はい。で続きまして皆さんのオーストラリアの旅について、聞いていきたいなと思います。朝さんからじゃあお願いします。はい。はい、私は留学してた場所がバイロンベイという場所だったんですけど、ゴールドコーストが1時間くらいの場所にあるところで、ちょっとこの写真もかっこつけた写真があるんですけど、なんかこういうカフェ巡りをしたりとか、あと自然に癒されながら留学期間は過ごしてました。そこでなんか結構自然に触れることが楽しいなと思ったので、こう留学終わった後に、この隣の写真にあるように、車でウルルからアデレード、アデレードからケアンズまで、ロードトリップみたいなこともしたりして、結構カフェ巡りの可愛い感じの旅行も好きだし、こうアドベンチャー的な冒険の旅もオーストラリアで経験してきました。はい続いてコウタさんお願いします。はい、僕は基本的にこう写真を撮りながらいろんなところに行って、まあ、ちょっとコロナの影響もあって西側のパースとかはちょっと行けなかったっていうのはあるんですが、基本的にブリスベン、オーストラリア第3の都市って言われてるブリスベンを拠点に、ケアンズからメルボルンまで全部、行ったような形ですね。で、学生ビザではメルボルンに滞在していたので、その時に、まあ、ウルルに行ったりとか、グレートオーシャンロードに行ったりとか、基本的にこう自然の中で写真を撮れるようなスポットにこうすごく行ったので、オーストラリアの絶景とか自然とかっていうものにすごくこう圧倒された2年間3年間だったなっていうのがすごい思い出に残ってますね。ありがとうございます。では篠原さんよろしくお願いします。はい、僕はですねオーストラリアに関しては3回ぐらい訪れてるんですけど、基本的には、西海岸、あ、すみません、東海岸か、東海岸のケアンズゴールドコーストとか、バイロンベイとかをあちこち旅をしてたような形になってます。朝さんとかコトさんみたいに留学とかはしてないんですけど、基本的にはなんか寒い地域、寒い時期に暑さを求めてオーストラリアに逃げるっていうような旅を結構してまして、コロイナサーフィンをしている写真は、去年の1月に、あ、2月ですね、にワーケーションがあったら、滞在をした時の写真で、当時、去年の1月かなんかにこう山火事がありましたよね。オーストラリアの山火事があったのをニュースで見て、何かできることないかなっていうところもあって、まあ、直接的に何かできることないかもしれないけれども、まあ、観光客が減ってるっていうニュースもあったんで、まあ、少しでも自分が貢献できればいいかなっていうので、あとは身近にそういった地球環境の、地球温暖化が影響して発生している環境問題とかも身近で感じたみたいなっていうのもあったんで、2月にオーストラリアで旅することをしました。で、現地ではもうサーフトリップみたいな形でやったりとか、あとお隣もバイロンベイなんですけど、バイロンベイの方のビーチもすごくリラックスした雰囲気で、まあ、こういったのを、まあ、一観光客ですけれども、楽しみながら過ごしていた、感じになってます。ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張しますねこれちょっと噛んでしまうのはちょっとご愛嬌でお願いしますでは、早速ですが、オーストラリアの自然を感じるサステナブルな旅へ出かけようというところのテーマでちょっとお話の方をねさせていただきたいと思います。で、オーストラリアは今まで出た通りのねエアーズロックウルルと言われるところでしたり、世界最大級のねサンゴ礁が広がるグレートバリアリーフとか、まあ、自然が織りなす雄大な絶景というのがめちゃくちゃ多くありますというところ。あと僕先ほどちょっと紹介したんですけども、自然の中にね野生のコアラがいたりとかカンガルーとか、まあ、そういうのを代表されるような野生動物とかのね触れ合いっていうのもオーストラリアならではですというので、あと一つ、パーマカルチャーっていう言葉があって、皆さん多分ご存知かな、オーストラリア好きな人はご存知かなと思うんですけど、パーマカルチャーっていう、まあ、永続性であるパーマネントとか、まあ、農業っていう意味のアグリカルチャーと、あとまあその文化っていうところを合わせた、言葉なんですけども、これが、オーストラリア発祥の言葉でした。発祥というか発祥の概念というか、取り組みなんですけど、人と自然が豊かになるような関係を築いていくっていうような、まあ、デザイン手法なんですけども、これがね、1970年に、取り組みとして、1970年から、まあ、50年以上かけて、まあ、オーストラリアで、取り組まれているということで、なんか今自然があって皆さんなんかねよく最近のブーム的に感じでなってるかもしれないですけど、まあ、オーストラリアのその前からずっと50年もそれに対してずっと取り組み続けてるっていうのが僕すごいなと本当に思っています。で、そんな大切な自然を守るために知っておきたい近年注目されている新しい旅のスタイルっていうのが、まあ、サステナブルな旅、
持続可能な旅というところなので、まあ、それについて今回は、みんなで話し合っていけたらなと思っています。はい。で、先にオーストラリア政府観光局の日本局長デレック・ベインズさんより、皆様宛にメッセージの方をいただいておりますので、こちら動画の方、再生したいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。オーストラリア政府観光局日本局長のデレック・ベインズと申します。今日は旅っぽバックパックフェスタにご参加いただきありがとうございます。オーストラリアは皆さんご存知のグレートバリアリーフやウルルなどの大自然をはじめ、コアラやカンガルー、コッカなどのかわいい野生動物、さらに最近は絶品ワインやヨーロッパ調の街並み、おしゃれ文化、カフェ文化も人気の高い国です。日本から一番近い町はケーンズで7時間半のフライトで行くことができます。またオーストラリア内であればどこに行っても日本との時差が最大2時間なため、渡航するときは時差ボケがなくとても便利です。日本からは毎年多くの方々に旅行やワーキングホリデーで訪れていただいています。オーストラリアには親日家も多いため、日本の皆さんにとっては非常に過ごしやすい国だと思います。新型コロナウイルスにより、この1年で世界ですっかり変わってしまい、気軽に海外旅行に行くことができなくなりました。現在、オーストラリアでは入国制限や帰国者のホテル隔離、週間の移動規制などかなり厳しいコロナ対策を行っていますが、そのため日本や欧米諸国に比べて抑え込みに成功していて、ほぼコロナフリーの状態となっています。今回のイベントのテーマは、僕らはまた旅に出ると伺っています。一日でも早くコロナが収束し、平穏に暮らせる日々が戻ると同時に、皆さんが安心して、そして安全にオーストラリア旅行をできる日が再び来ることを祈っております。国境が再開しましたら、皆さんとオーストラリアでお会いしたいと思います。Until then, please take care, and we hope to see you in Australia very soon. ということで、デレック・ベインズさんからのメッセージでした。ありがとうございます。では続いて、オーストラリアの州政府観光局の考えるニューノーマルの旅とはというところで、事前にそれぞれの、観光局の方々からヒアリングをいただいたのを少しだけちょっとまとめたので、こちらの方の、紹介させていただきたいと思います。ということで、まず例えば、海洋関係の、アクティビティをするっていうようなこととか、すいません、いろんな州の話を聞いたんですけど、ちょっとまとめた感じになります。みんなだいたいこういうこと言ってるなっていうのをちょっと僕なりにまとめてみましたというところで、海洋関係、海の、アクティビティとかに参加するとかっていったところとか、あとコアラやカンガルーとか先ほど言ってたんですけど、なんかペンギンとかその他の野生動物もたくさんいるよっていうので、そういう動物たちと触れ合う旅をするとか、あとやっぱり今、ちょっとブームにもなりつつある日本でもね、グランピングとか、キャンプとかコテージみたいなところで、密にならないような空間とか、プライベート空間を、オーストラリアの自然とともに楽しむといったところとか、あと僕自身も本当に2回ほど行って、両方ともドライブをねさせていただいているというか、ドライブしないと移動できないという部分もあるかもしれないですけど、レンタカー借りてドライブするっていったようなところだったりですとか、あとSDGs のフィールドワークっていうのが最近よく開催されているみたいなので、実際に自然を持続させるためにはというところで、こういったフィールドワークに参加してみるっていったようなところとか、
あとワーケーションですね、旅と仕事を両立させてワーケーションを楽しむというような、こういうのが、ぜひぜひ観光局様的にも、実際に、来てこういうのを楽しんでもらいたいなというような提案ですねというところになります。で、それぞれ、8個の、ね、州と、特別地域というのがオーストラリアにあるんですけども、それが、どういうところを、推しているのかっていうのを今ちょっとだけまとめてみたので、まだ時間がありそうなので、なんか自己紹介みんなもっと長くするかなと思ったんですけど、そんな長くなかったのでゆっくり紹介させていただきたいなと思いますすいません。まずクイーンズランド州ですね。クイーンズランド州の、楽しみ方というか、さっきも触れた通りの写真とか同じような内容になってしまうかもしれないですけど、まず有名なグレートバリアリーフの、ね、サンゴ礁というところで、サンゴ礁を身近に体感して、保全活動に寄与するっていうような楽しみ方がありますよねとかいうところですとか、国立公園とかで環境保護活動に関わるボランツーリズムっていうのがあったりするんで、そういうものに参加するっていったことでしたり、都市型ビーチリゾートと言われているゴールドコーストで、ワーケーションといったところで、自然だったり自然を感じたり勉強したり仕事したりという環境が、クイーンズランド州揃ってますみたいな、そういうことを、おっしゃってました。で、こんな感じで紹介してて大丈夫ですよね皆さんね、はい、もう何かあったら言ってください。いや実はクイーンズランド州はとかもしあればね、もう飛んでもらって大丈夫なんで、はい。でニューサウスウェールズ州というところがですね、シドニーが、ね、あるところですね。マンリービーチで海岸ウォーキングツアーに参加して海洋ゴミ問題を考えるというような、なんかそういう話をして、あ、そういうものがあるんだって僕ちょっと知らなかったんで、あーってなったんですけど、あとシドニーの2大ビーチの、ボンダイからマンリーの80キロウォークに挑戦してみるっていうのがあって、すごいなと思いながら、これもし誰か挑戦された方います？これ有名なんですけど、僕ちょっと全然知らなかったですけど、なかなかの距離がありますね、大万里は。80キロかと思いながら、かなりありますね。はい、とか、あと、そうですね、ドライブしてみるみたいな話とかがやっぱりありましたけど、で、あと次、オーストラリアの首都特別地域っていうところで、もちろん首都っていうところもあって、美術館とかがたくさんあるんで、そういった世界トップクラスの美術館で、オーストラリアを学ぶっていうのとか、あと絵画のように美しいと言われているバーリーグリフィン湖っていうところを眺めてピクニックしたりボートをレンタルして過ごすってあるんですけど、バーリーグリフィン湖って皆さん行ったことあります？ないですね。ないですね。でも写真をね、もっとバン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 写真出したいんですけどね、ちょっと行ったことないんで写真がないっていう僕自身のちょっとあれもあるんですけど、とかあと首都からね40分で行ける自然保護区で野生動物とかと触れ合ったりすることもできますよっていうのが、この辺の地域の特徴だそうです。はい、で続きましてノーザンテリトリーとかですね、ウルルですね、ウルル何でしたっけ、ウルル、エアーズロックですか、エアーズロック、エアーズロック、はい、エアーズロックのウルル、なんかウルルって、いう言い方ちょっと僕慣れてないんですけど、現地行くともみんなウルルですもんね。エアドロックでね、サウンドオブサイレンスディナーっていう、このちょっと左の写真にあるような、ウルルを眺めながら夜ディナーするっていう、密を避けて開放的な空間で食事を楽しむっていったこととか、あとカカドゥ国立公園とかワタルカ国立公園というところで、グランピングしたりロッジとかで、ソーシャルディスタンスを保った状態でプライベート空間を楽しめますみたいな、そんなことを言われてましたところです。で続いてビクトリア州なんですけど、グレートオーシャンロードをドライブっていうので、グレートオーシャンロード僕、ドライブしたことがあるんですけど、ずっと本当に左側に綺麗な海があるのを眺めてっていうようなドライブロードでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、これは誰か行かれました？僕行きました、グレートオーシャンロード。やっぱ定番なところなんですね、グレートオーシャンロードのドライブとか。あとフィリップ島のペンギンパレードで、これも僕行ったんですけど、めっちゃ可愛いペンギンが本当にパタ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 歩いてるの、めちゃくちゃおすすめだなと思って、こういうところを提案されてたりとか、あとメルボルンがあるところの地域なので、いろんなレストランとかがたくさんで、地産地消の料理を味わうとか、そんな話がありました。でオーストラリアの右下にある島のタスマニア州ですね。でタスマニア州は、大自然が広がるタスマニアでドライブしてくださいっていうような話ですとか、あと世界一空気と水がきれいと言われているので、そこでハイキングしたりウォーキングしたりということですと。
で、ここもタスマニアも僕ね、行かせていただいてるんですけども、本当になんか、こんな知られてないっていう言い方がよくないかもしれないですけど、こんないいところ本当にあるんだっていうぐらい、僕はもうなんか2週間ぐらいその場に滞在して、完全にはまった場所なんですけど、タスマニアの方は皆さん行かれてます？僕行けなかったですね。行けなかったですね。なるほど、なるほど。で、他、もうちょっと、ですね、西オーストラリア州で、まあ、テレビで世界一住みたい場所って言われたような場所があってっていうか、ね、写真がなんかおかしくなって、ちょっと写真がおかしい、まあ気にせず来ましょう。であと南オーストラリア州右下の方、あ、下の方ですね、南の方は、世界有数のワインの産地があったりとか、あと、まあ、グランピングで自然に浸りっていう、まあ、割といろんな州でグランピングができますっていうところを押されてました。あとフェンスのない動物園というところで、まあ、野生動物と触れ合うというか、なんかそういうところができますというところで、まあ、こういう、こういう旅の仕方があるよという具体例も含めてちょっと紹介させていただいたんですけども、ここからがまあ本題というか皆さんの出番という感じなんですけど、じゃあ、実際にオーストラリアで旅したことがある人たちだったり住んだことある人たちだったりすると思うんですけど、まあ、どういうことが自然環境だったり自然がどうだったとか、こういうテーマでちょっと時間が許す限り皆さんの話を聞いていきたいなと思います。はい、どれからいきます？別に1から順番に行く必要はないと思うこれがいいとかっていうのがもしあれば。街の中で見つけたサステナブル。あ、じゃあそれからいきますか。なかなかすごいとこから攻めますね。本当ですか？じゃあまず、はい、朝さんよろしくお願いします。なんかお願いします。と、私は結構こう留学で長期で滞在してたので、なんかこう日常の中で見つけたものとして、なんかこの3番今ちょっと選んでお話ししたいなと思ったんですけど、はいはい、結構やっぱオーストラリアってカフェの文化もすごい強くて、私もめちゃめちゃカフェよく行ってたんですけど、まあ、みんなが必ずマイボトルとかマイカップみたいなの持ってて、しかもそれも結構可愛いの持ってるから、なんかそこにすごい入りやすくて、行動に移しやすくて、なんかこういう可愛いカップを持ってそこのコーヒーショップに行ったら割引があるみたいなのが結構当たり前のようにどのカフェでも行われてて、そういった意味ではなんか自然に日常的にみんながマイカップとかマイストローを持ってこう過ごしてたイメージが私の中ですごい強くありますね。マイカップとかもちろん現地で買えるから、なんかその体験しにちょっと行きたいとかっていうのもありますねそうですね、なんかマイコップを自分で作れる陶芸の施設とかもあって、なんかそういったワクワクしながらちょっとサステナブルな暮らしに触れることができるみたいな感じでしたね。めっちゃいいですね。なんか自分で作ったらなんかそれ使いたいっすもんね思い入れが強い面白いです。ありがとうございます。他なんかこのテーマであります？あ、僕今の話に少し通じるところだと思うんですけど、はい、僕も観光で行ってることが多いので、はい、多分皆さんほど住んでてなんかすごいじっくり味わうみたいなことができなかったかなと思うんですけど、なんか多分海にいたことが多いので、例えば僕ゴールドコーストで行ったカフェとかではさっきの話でボトルとか結構たくさん売られてたりとかするんですけど、なんかそこになんかそのウミガメとかその海の動物と守ろうみたいなコピーがあって、なんかそういうの書いてあるとすごくこう、あ、自分なんかやんなきゃみたいな、ペットボトルとかそのプラスチックを使わずにマイボトルで過ごすってことにすごく意識が向いて、実際にマイボトルを買って使ってたりとかしたんですけど、なんかそういう工夫っていうのはすごく良かったなって、街の中でカフェとかで見かけたので、そういうのもすごい良かったなと思いましたね。なんでマイカップにしないといけないかの理由がなんかすぐに分かるというか、それを訴えかけてみたいなのが。そうそうそう、もうウミガメが、そう、要はウミガメちゃんがこうなんかプラスチック飲み込んでる絵とかが写真とかあったりするわけよね、はい、そうなると、あ、結構やばいなみたいな、自分も人ごとじゃないなみたいな、こう同じ地球に生まれて育ってきている生物の人一人種としては、こうなんか地球のためにとか、動物のためにやらなきゃいけないなっていうのは考えさせられるようなポイントだったなと思いますね。なんかタバコ吸うときにね、吸ったらこうなるよみたいなやつが、はい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 、そう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 、そんなイメージよね。実際にマイコップ使わないとウミガメがこうなるよみたいな、うん、それをなんかウミガメがいる地域でやってたりするのはすごいいいですね。うん、いや面白い。なんか
他この街の中で見つけたサステナブルなんかあります？これ今篠原さんの話でもプラスチックがって話が出たと思うんですけど、やっぱそのカフェとか行ってマイカップ、僕もマイカップ持ってたんですけど、こう忘れちゃう時とかあるじゃないですか。でこうテイクアウェイした時にこう持ち帰り用のカップもらうんですけど、そのコーヒーの蓋が日本だと基本的にこうプラスチックだと思うんですけど、それ自体もこう紙、なんか厚紙みたいな形になってたりして、それもあの再生紙だったりするんですね。あのエコのリサイクルしてそこから作った紙だったりするので、結構そういう点でもプラスチックを減らしてこう自然環境に優しいものとかっていうのは結構いろんなカフェで見ましたね。じゃあなんかカフェのイメージ確かにオーストラリアは僕の中でも結構強いんで、やっぱたくさんあるし、それぞれがやっぱみんな工夫してやってるみたいな感じなんですかね。そうですね。このテーマだけでも2時間ぐらい喋れそうな気がするんですけど時間的な都合で次のテーマ、他にもちょっと個人的にちょっとあのおすすめの大自然とか絶景みたいなところちょっとまあ、ありきたりかもしれないですけど、やっぱエアーズロックとグレートバリアリーフ以外に僕聞きたいなと思うんですけど、ありますなんかあそこいいからみんな知ってるじゃないですか、やっぱり。そうですね、確かに、結構それ以外で僕もそのケアンズの方からメルボルンまで、まあ、ほとんど東海岸沿いは行ったんですけど、結構なんだろうな、まあ、有名どころだとそのゴールドコースト近辺とかっていうのはすごく綺麗 で東海岸はその朝日が海から昇って見えるので、夕日は、ね、なかなか海に沈むのは見れないんですけど、朝ゴールドコーストに昇るその太陽っていうのはものすごく綺麗なんで、ぜひ、まあ、バイロンベイとかでも見れるんですけど、朝のゴールドコーストっていうのが一つのもう最高ですね、テーマというかポイントですね。そうですね、朝のゴールドコーストはぜひ行っていただきたいですね。いいですね、はい。じゃあその写真をとかってパッてやりたいんですけどね、やりたいんですけど時間がねないんでね。でもゴールドコーストの今僕の背景ちょうど写真になってるところ、なんかタワーでしたっけ、ゴールドコーストにある。あ、そうですね、タワーの上に登っていって、はい、そこからさらに外に出てなんか歩いて上まで行けるんですよね。そう、階段で外で上まで行けるんですよね。あれめっちゃ怖かったんですけど、あれも僕体験したんですけど、あそこからの景色はもう結構やばかったですね。あれをリアルで見ると、今写真だとこういう写真、今の背景の写真すごくよく見る写真かなと思うんですけど、ゴールドコーストの実際に行くとね結構やばいですね。結構やばいですね。風を体験したりとかもしますし、なんか地球を感じるというか、すごい浅はかな表現で言うとそんな感じだと思うんですけど、海岸線が続いてるのが本当にもうずっと海岸線続いてるのが見えるので、そうすごいよね。そうすごいですね。朝さんなんかあります、おすすめの？私はですね、なんかアデレードからフェリーで行ったカンガルーアイランド、あるじゃん、カンガルーアイランドって場所があるんですけど、そこが本当にこれ自然もそうだし、なんか動物も至る所に行って、なんか衝撃的だったというか、アデレードみたいな、その都市からちょっと一個フェリーに乗っただけで、まあ、海も綺麗だし、なんか動物もたくさんいて、カンガルーアイランドが結構思い出に残ってますね。カンガルーアイランド、いいっすね。僕ちょっと行ってないんで。あんまメジャーじゃないんですけど、はいはい、もしよかったら、おすすめしたい場所です、とっても。カンガルーアイランドは、その、檻にカンガルーが入ってるとかじゃないってことですよね、だから。もう自然に結構いますね。そういうことですね。私も実際、そうですね、なんかこの後あるかもしれないんですけど、こう遭遇した野生動物の中でも、カンガルーとコアラはカンガルーアイランドで、ちょっと名前の通りなんですけど、会いましたね。じゃあもうそのままのちょっと流れで5番の遭遇した野生動物編いっちゃいましょう。カンガルー以外にアッサさんなんか出会いました？あとこのロードトリップ中に、ま、急に牛が出てきたことがあって、それは結構びっくりしたのと、あとカンガルーももちろんそうですし、なんか野生のコアラってやっぱり留学中とか意外と見つからなかったんですけど、こう一歩そういう自然の多いところに行ったら、よく耳を澄ましたらコアラに出会うこともできたりとかしましたね。なんか野生のコアラ見つけた時めちゃくちゃテンション上がりますよね。めっちゃテンション上がりましたなかなか出会えなくて、なんかあれですよね、ポケモンみたいな感じですよね。そう珍しいポケモン現れたみたいな、そういう感じですよね。篠原さんなんかあります？なんかあります？僕はね、あんまり、ね、ないんですけど、会いたい別にはめっちゃいます。会いたいクオッカとか見てみたいですし、あとなんか
日本だとあんまりいないところで言うと、何でしたっけ、あのタスマニアデビル、うん、なんかすごい 強力な歯を持ってて、こう人の骨を噛み砕くぐらい強い顎を持ってるらしいんですけどでも見た目めっちゃ可愛くて、それをね、いつか会いたいんですよね。いいですね、タスマニアデビルですね。タスマニア、それこそ僕さっき行ったって言ったんですけど、本当にトレッキングしたら自然動物めちゃくちゃいましたね。ワラビーみたいなやつとか、はいはいはい、楽しかったっすね。なんか本当にあの檻のない動物園っていう表現をね、週刊工業の方がされてたんですけど、本当その通りだなと思って、なんかあの本当にその辺動物園かなここっていうぐらいめちゃくちゃいるっていうイメージがあります。そうだ、もう一個ありました、めちゃめちゃすごいの。イルカと一緒にサーフィンできました。おー、すごい。バイロンベイですか。バイロンベイで私留学してた場所、本当に海が綺麗なんですけど、うんうん、イルカがよく出て、普通にサーフィンしてる横に急に泳いでたりするので、めちゃめちゃ驚きましたね。いいな、羨ましいな。じゃあちょっと次のテーマで、これからの時代の海外旅行のスタイルということで、まあ、あのコロナになってしまったんでね、ちょっとここを触れとかないとダメだろうっていうところなんで、ちょっとこれをみんなどう、皆さんどう思ってるかっていうのをちょっと聞かせてもらってもいいですか。なんか難しそうなら飛ばします。僕ちょっと話していいですか。あ、篠原さん、じゃあお願いします。なんか僕去年、そのさっき冒頭にも言ったんですけど、山火事があって、なんか地球温暖化とかが原因だと思うんですけど、なんか結構最近日本でもなんか脱炭素社会を目指そうみたいな形で、車とかもなんか水素カーとか電気自動車だったりとか、まあ、そういったのもすごくこう力を入れているなとは思うんですけど、なんかやっぱまあそのオーストラリアの旅に限らずかもしれないですけど、なんかその脱炭素みたいなところはすごくなんか最近意識をしてて、実際に現地行ってレンタカー借りるにしても、じゃあちょっとこうエコな燃費がいいものを使ってみたりとか、あとちょっとした移動だったらバイク、マウンテンバイクを使って移動するだったりとか、なんかそういうちょっとした工夫をするといいのかなというふうには最近よく感じているところでありますね。でなんでまあその多分現地行くとキャンピングカー借りてこう旅するロードトリップみたいな形もすごく多いかなと思うんですけど、なんか時々は車を置いてみて自転車で散策するとか、そういった過ごし方をするだけでも違うのかなというふうには思ってますね。なるほど、ありがとうございます。なんかあの州観光局さんからもらった話とかを僕はちょっとまとめたりしてたんですけど、なんかあのこれからの時代の海外旅行のスタイルっていうので、なんか世界的に見たらこうなってくるねって感じがするんですけど、なんかそれ割とオーストラリアではもともとずっとそのスタイルですよねみたいな、なんかそんなイメージ強くて、やっぱすごいなってちょっと改めて感動したんですけど、ね、あのドライブですとか、まあ、自然が豊かすぎるんでしょうね多分ね、本当にすごいなと僕は思いましたっていう僕の意見なんですけど、はい。コウタさんとか何かあります？うわ、やっぱり僕もオーストラリアで旅した時にウルルとかはあのレンタカーを借りて自分でドライブしてとか、グレートオーシャンロードも、まあ、友達とドライブで行ったりしたので、うんうん、ぜひ、ね、車を借りてこう行っていただきたいなっていうのはあって、こうツアーでいろんなねこう観光地を回ることもできるんですけど、どうしても時間の関係上ゆっくりできないとか行けないとかっていうのも多いので、まあ、バンライフをしてみたりとかドライブしてみたりとかというのはもうぜひしていただきたいのと、あと今篠原さんの話にもありましたけど、その電気自動車だったりとかっていう面で言うと、あの大きい都市、シドニー、ブリスベン、メルボルンとか行くと、街中に日本でも最近導入始まってきたんですけど、あの電動スクーターが、まあ、アプリでこう簡単に借りれて、こう街中をあの歩かずにこう走れるというか、で時間も短縮できますし、ここそれが免許っていらないですか、あれって。あ、免許いらないです。まあ、基本的にヘルメットはしなきゃいけないので、あの電動のキックボードにヘルメットを置いてあるので、それはしないと怒られちゃうんですけど、まあ、そういうのもあるので、ぜひ、ね、あの使いながら、うまく使いながら、いろんな観光都市行っていただきたいなというのは思いますね。なるほど、めちゃくちゃいいですねそれ、うん、超面白いです。じゃあちょっとあのめちゃくちゃ話したりなくて申し訳ないですけども、あの次あのちょっと最後になってしまうんですけども、もう最後かよって感じなんですけど、次オーストラリアに行ったらどんな旅しますかっていうのをちょっと一人ずつあの簡単に紹介というか、あの聞いてみるかなと思うんで、麻生さんからお願いしても大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、私は結構その日常生活の中で
オーストラリアのエコだったりこうサステナブルな文化に触れてたんですけど、なんか次行くとしたらもっとその背景も知りながら旅行できたらなと思ってて、なんかカンガルーの保護施設だったりとか、実際に野生動物のこう保護に活動してる方々の話とか聞きながら、なんかもっと深い知識を入れて、なんでじゃあサステナブルな旅をしなきゃいけないんだろうっていうことを感じながら、なんか旅行できたらなと思ってますし、私自身も結構発信することが好きなので、そういったことを発信して、なんか次の世代にもこういう新しいなんか旅行の仕方もなんか伝えれるような旅行にできたらなって今は考えています。なるほど、ありがとうございます。なんかわーすごいで終わるんじゃなくて、わーすごい、じゃあなんでこれってこうだったんだろうみたいな、これができたんだろうみたいな、そういうとこまで学ぶ旅みたいな感じです。そうですね、はい、めっちゃいいですね、ありがとうございます。じゃあ次、コウタさんお願いしてもいいですか。はい、どんな旅しますか。はい、まあ朝さんにちょっとこう似てる部分あると思うんですけど、まあ今までこう旅をしてきて、いろんなこう写真も撮って、わあすごい綺麗っていうのはもう体感したので、うん、ウルリンに行った時にすごく思ったのが、その先住民との歴史だったりとか、うん、そのオーストラリアのもっと奥深いところ、環境で言えば、なんで世界よりも先駆けてオーストラリアはそういう、ね、環境保護とかっていうものにこう携わっていけてたのかとか、で先住民と今のオーストラリア人との関係とか、もっと深いこう歴史のところを知りながらオーストラリアを回ってみたいなというふうにすごい思いますね。なんか一通り行くとやっぱりあれですよね、次学びになっちゃいますよね。学びになっちゃいますね。行きたいですね。そう、だからこそまたオーストラリアが好きになるし面白いなと思うので、うん、知ってそれをなんかみんなにさらに知ってもらうみたいな旅したいですよね。したい、めっちゃしたいです。ありがとうございます。じゃあ最後、篠原さんお願いします。はい、僕も結構今コーチさんが話したようなところに近いんですけど、まあ先住民もそうですし、現地の方々との交流だったりとかっていうのはすごくしたいなと思ってて、まあ、やっぱりこう観光客として行くと、まあどうしてもお邪魔する立場にはなってしまうので、なんかそのサステナブルっていう意味で言うと、そのさっきのプラスチックを使わないとか、まあそういったのもありつつ、なんかどっちかというと現地のそのさっき、シャンディも言ってたけど、その現地の人は当たり前にやってて、それが世界レベルで今ようやくやろうとしてるみたいなことだったりとかもそうだと思うんですけど、なんかもう現地の人たちがすでにやってることとかをこう理解することもそうだし、なんか多分地球温暖化の人も多分山火事っていう、まあ日本で言うと地震があるから、地震があって、そのために結構日本人って備えをしてると思うんですけど、なんかあっちだと山火事がすごくこう環境問題としてあって、そのために地球温暖化を防ごうって言って、その森の緑の数を増やしたりとか、まあ、そういったこともやられてると思うんですけど、なんかそういった背景はやっぱりこう現地の方々と話す中でこう知見として入れたいなっていうのは、本当学びの先ほどの通りで、ね、学びの旅というか、もう堅苦しくしなくていいと思うんですけど、本当楽しみながら、本当プラスチックも使わなくて、なんかかっこいいマイボトル持ってとか、そのあとあれですか、蜜ろラップとか、そういうラップとかもそう可愛いやつあるじゃないですか、こう再生できるみたいな、なんかああいうのもこう楽しみながら使って、こうちょっとした何でしょう、ファッションじゃないですけど、おしゃれとかも取り入れながらやっていくと、なんか堅苦しくもなくいいかなと思うので、なんかそういったのをなんか意識しつつも、ちょっと楽しみながら旅をするってことをしたいなと思いました。ありがとうございます。模範解答みたいな感じです。いや、本当そうだなと思いますし、取り組みとか本当になんか自然を守るっていうところで、ずっとそのね、さっき言ったとパーマカルチャーじゃないですけど、パーマネントカルチャーが50年前からやり続けてるっていうのは、めちゃくちゃ学ぶこと多いのかなと思うんで、本当にそういう観点とかでも皆さん、次オーストラリア行くならちょっと旅してみてもらいたいなと思います。はい、ということで、もうあっという間だったんですけども、一瞬でしたね。マジで一瞬だったんですけども、冒頭に紹介した通り、今現在ツイッターのね、キャンペーンやってるんで、こちらの方もう一回再度告知させてもらいたいと思いますということで、旅っぽの公式ツイッターアカウントのこちらの投稿の方、引用リフォローしてもらって、引用リツイートですねしていただくと、まあ、お家で、オーストラリアを感じれるようなグッズだったり、が当たるので、ぜひ投稿してみてくださいということで、よろしくお願いします。で、最後にですね、オーストラリア観光局様がね、提供していただいてるんですけども、8D 動画っていう、めちゃくちゃサウンドがすごい綺麗なやつがあるんですけども、それが臨場感すごくて、でこれを、1本だけ最後に紹介したいと思いますんで、その動画で締めたいと思います。でこれ
あれです、イヤホンをぜひしていただきたいんですけども、イヤホンもしヘッドホンか、つけて視聴してくださいということで、ただ、今イヤホンしてない方とかは、オーストラリア政府観光局様の公式ホームページとか YouTube とかでも全部見れますんで、よかったらそちらにも見てくださいということで、最後動画に行きたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲストの皆様、ありがとうございました。自然豊かなオーストラリアだからこそできるニューノーマルな旅について知ることができましたね。ゲストの皆様のオーストラリアでの思い出を聞いて行きたくなった方も多いのではないでしょうか。以上、オーストラリア政府観光局様のサポートでお送りいたしました。